ウィークリーフォビック。今週はスケットダンス第1話をお送りします。というわけで、新聞記者のお父さんにあなたたちのことを話したら興味持っちゃって取材したいっていうの。実はもう学校には許可を取っていて、お父さん5時に直接この部屋に来るの悪い話じゃないし、もちろん協力してくれるでしょ。スケットダンス、クラブルームで髪を切る100の方法。よしよし、ちゃうやろ、あんた前ですぎやわ。もっとフラットに並ぼうや。いいんだよこれで、俺リーダー、お前らザコはなんなら俺のソロでもいいぐらいだ。いいわけないやろ、ここはこう一点がセンターやるもんやで。どけお前、やだやかわれ、やだやだ、なんでか。ボッソン髪伸びたな。あ、おお、そういやだいぶ切ってねえな。うっとうしいわ、せっかく写真撮ってくれはるのに。ええー、からその帽子取ってみ。ちょ、やめろよ。うっとうしい、髪の量を、色も黒、くせ毛でボリュームすごい。うるせえな、切れやもう。お金あるから、今から角んとこの床屋行ってき。いらねえし、行かねえよ。おかんかお前は。これはまだ大丈夫な長さなんだよ。でもそのうちこのくせ毛のうねりがうまいこといかなくなってくる。片方が上に跳ねてももう一方がなんかこんなになってくる。それが切り時だ。ええから今切れや。そんでなんで本当にお前が切んだよ。ええやんか、私こんなん得意やねんで。またそんなこと言ってる。お前めちゃめちゃ不器用だろうが。本当に大丈夫なんだろうな。髪なんだし失敗できねえんだぞ。心配いらんって。とりあえず鬱陶しいとこ短くするだけや。さてと、とりあえずここやな。パツン言ってもうた。あかん、こっちもパツンせな。うわ、失敗した。スイッチ。あ、緊急事態だ。仕方がない、ここは全体的に手を入れて再度のミスを目立たなくするしかないだ。せやらね、そう思うわ。よし、取り返しつけん。これはあかん、サバンナみたいになっとる。でも諦めたらそこで試合終了や。まだやったんで。姫子、もういい。スイッチ、もういいんだ。あかん、なんか泣きそうや。どないしょ、完全にやってもうてんけど。ああ、正直もう見てられない。これ以上被害が拡大する前に何とかしなければ。何とか言うても、切ってもらったもんは戻らへんで。そこで思いついたんだが、中さんの薬。おう、あるぜ。あの若返りの薬を経てつい最近完成したのがこのトコローションテンだ。まるでトコロテンを押し出すように髪が伸びる。それや、ほな借りてくで。え、でもこれまだ挑戦は。そんなんええ